で最低お前が紹介したとか、そういうのはちょっと置いといていいから。お前言わなくていいから、それは。ね。大関慎吾。だって、お前、ないとはお前見てんのかないといたか。な、まあ、高屋にもいじられてるみたいだけど。お前が人気がないのは、そのことを言わないからだよ。ね。お前がもしそのことを言うんだったら、ああ、こいつはみたいなで。お前がもし紹介したとか、それはもうちょっと置いといてもいい。お前が、ね。ああ お前がそのヤクザたちをヤクザを紹介したというのがあったのかもしれないけど、それはちょっと置いといてもいいと。ね、だってもう、俺は武藤さんね、山本さんね、の2つ名前なんだよね、安全運転3つ名前があるのか。ね、だから俺はもう聞いてるから、お前が目の前にいるとき聞いてるんだから、ね、大関寝具が頼んで、ね、ヤクザに頼んだということはもう間違いないから、ちょっといいよ。 大関慎吾が頼んで、ね、役座に頼んだってことも間違いないんだから。ね、で、六代目に言われて、言いに来たんだよ。ね、安全運転さんが。ね、お前、もう、なんか悪いのかもしれないけど、それは間違いないということを言え、っつってんだよ。何回言わしてんだよ、俺によ。お前がそういう風に、なんか大関として喧嘩しても、そういうところを今まで言ってんのに。ね、お前、あることないこと言って、お前、俺の喧嘩負けてないのによ。ね、俺が負けたとか言ってんのに。 じゃ、なんでお前言わねえんだよ、そのこと。真実を、ね。お前男じゃねえや、だから、ね。お前がなんかそのタイソンのこととか、また大関のこととか今言ってるけど、お前が男じゃん、すよ。だから人気が出ねえんだよ。まず大関のことを歌え、っつんだよ。壊しただろなあ,あ。大関はヤクザに頼んで俺の車壊しただろだからお前一番最初に知ってて誰が壊したかも知ってるって言ったんだろ、お前。 そのこと話せっつってんだよ。ないとえだな。お前に言ってんだよ。な。信康さんざんの前に出て,てっちゃあげてよ。お前、俺がななんかか土下座したとかよなお前、そんなホラーばっか吹いてよ。な。嘘じゃねえんだからよ。なんで真実についてお前ふ、お前、話さねえんだよ。お前、男じゃねえんだよ。な。だから、高屋にも相手されねえんだよ。別に高屋が男だと思ってねえけどよ。な。 お前、5年とかが送られてきたときに、お前、高屋なんか千葉でもそっちを送ったのかし、ね、たら、そう送った送ったと。あいつ3回ぐらいそれ言ってっかんねお前、高屋が送ってねえのによ。あいつも男じゃねえ、全然。あいつ勝つだろ。な、高屋なんて。でもワンパンで負けげんでやま。わかんだろ、お前、ないと。とお前、名誉挽回してもらお前ちょっと。なあ、大関は壊したんだよな。俺の車ヤクザに頼んで。 そのこと話せっつってんだよお前何回言わしてんだよてめえ本当、まあ、1ダス以上言ってるよお前、まあ、今日でも話せてめえ夜中でも何回言わしてんだよお前、まあ、西山親えなあお前も男じゃねえんだよ西山な揉めてよお前鍵まで変えられてんの、ね、お前話せよこんだよ俺ら西山おい西山 西山ものり。お前、てめえ、キメントをばっくりでお前、そこもばっくりかごねえやろ。なあ。コーチばっくりでくせによお前、嫌い入ってねえんだよ、まあなあ。お前がやったことじゃねえだろ。なあ。大関だろ。なあ大関にせせにして言えつってんだよ、お前ら。なあ、ないと。西山、お前らに言ってんだ。お前ら二人に言えつってんだよ、まあ、な。 言えよ。お前面白くね。えんだよな。俺が。面白く面白いわけね。ね